なんてことを。ブラックのやつ、タイムマシンを壊していくとは。なあトランクス、さっきのやつはおめえの仲間なんだろう。え、よう戻った。頑張ったな。お疲れ様、二人とも。タイムマシンは壊されてしまったが、これもまあ歴史通りっちゅうやつじゃな。そうね、これで修正完了よ。これは新たな歴史改変が発生しているわ。なんじゃと。この歴史はタイムマシンを修理した後、トランクスが悟空君たちを連れて未来へ行った時のものね。サマスが現れた歴史じゃな。お前さんたちに教えておこう。敵の正体はな、ザマスという見習い海王神なんじゃ。奴は悟空の力に目をつけ、スーパードラゴンボールで悟空と自分の体を入れ替え、悟空ブラックとなった。しかもトランクスの歴史のザマスも味方に引き入れ、二人で全宇宙の人類を滅ぼそうとしたんだ。見習いとはいえ、神の犯した過ち、お前たちに頼むのも気が引けるが、頼むぞ。お前たちの力でザマスを止めてくれ。こいつも邪魔だ。前らも引っ込んでやれ。どうしてもどうなるってのも、ただしさえ知らず、僕ブラックがさらに強くなってるわけじゃ。いいから、あなたたちはブラックを抑えることにしてる。
センスに合わせて名付けるぞ。スーパーサイヤ人ロゼ。スーパーサイヤ人ありだロゼ。孫悟空の力を完全に我が物にした。孫悟空よ、喜べ。お前は俺によって美しさの頂点に至るのだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。所詮は人間史で、それが奏でる言葉の気がかりと理解できるはずもないのだ。それが考察の美しさも、俺という存在の全てはさすがにここを。やっぱあいつ気持ち悪いな。お前たちから感じる。何やら愚か者が。これはいい。高校時代の話をしてやる。わからんのか。お前の出番はもう終わったな。企業をわきまえるんだな。全然行こう。先ほどお前を前座と呼んだが、平成前菜だべ。お前はいい役の前菜だ。父さん、あ、演技師を平らげてさらなる高みへ登るとしようか。そこまでです。それ以上の勝手な行いは許しませんよ。約束したはずです。孫悟空のとどめは私の刺す。あやつじゃ、あやつらに邪魔しじゃ。邪魔すな、悟空くんの手を任せて。あなたの手をグラッと押さえなさい。悟空のパンツが離脱したぞい。ベジータの前が救出したようじゃ。これでこの歴史はもう大丈夫じゃな。隙を見て戻ってるぞ。彼らには先の指輪を持つから気をつけてね。奴らはまた来る。その時こそ始末してやる。あちらはどうする？それについてはゆっくり考えるとしよう。時間を自在に行く者相手に急ぐだけ無駄というもの。それもそうだな。ご苦労じゃった。なんとか無事に帰ってこれたな。お疲れ様。ゆっくり休んでって言いたいところだけど。また新たな歴史改変が起きようとしておるようじゃの。次の歴史改変もザマスと悟空ブラックを相手にしなければいけないでしょうね。厳しい戦いが続くが頼むぞ。準備ができたらまた来い。